さんこんにちは。今回は成田空港から出発します。衝撃の動画が撮れてなかったりしました。静止画で失礼します。極度の心配症で3時間前に空港到着しました。無事に荷物を預けまして、早速潜入を試みたいと思います。入り口混んでるな。今回もぽーちゃんのお供で旅に出ます。無事に出国しました。それではおまんまを食べに行きましょう。キャセイパシフィックのラウンジに潜入を成功しました。イミグレーションを抜けてちょっと行ったところを地下1階に降りたすぐのところにあります。ちょうど向かいがチャイナエアラインのラウンジになります。とても広くて窓が大きく光がいっぱい入って素敵です。まだ開いたばかりなので人はまばらです。お席も選びたい放題。こちらの席も見てみましょう。食事をするならこちらの席が近くて良さそうです。早速何があるか見てみましょう。キウイフルーツにリンゴにバナナ、シリアルにサラダ類、ヨーグルト、チーズ、次にローストビーフ、こちらが卵、スクランブルエッグ、そしてお隣が水餃子にベーコン、そのお隣が焼きサバにポテト、ぐるっといってお米と、あとこちらが味噌汁とおかゆ、このトッピング材料とかもあります。こちらがパン。後ろをぐるっと回りまして、こちらがドリンクコーナーで、冷蔵庫の中にはコーラと、グラス、冷やしたキンキンのグラスとスプライト、あとはジンジャーエールにトニックウォーターが入ってます。そしてお隣が一番搾りの生ビールのサーバー、隣が濃ゆいお酒類、そしてこちらがフレッシュジュース。これすごく嬉しかったです。なんかね、いっぱいあったんですよね。でお隣がワイン、キンキンに冷えたワインとナッツ類のおつまみと、あとはこちらがお湯とお水とスライスレモンに、またこちらもリンゴとバナナ、そして愛するスーパードライのサーバー。では乾杯といきましょう。まずは血糖値のためにトマトジュースで乾杯。そしてこちらが香港ミルクティー、とっても美味しいです。まずは肉からいただきましょう。そして大好物のポテトいただきます。うまし。そしてもう我慢ができず、スーパードライの生ビール、祝杯。午前中のビール最高。背徳感と罪悪感がスパイス。まだ7時半なのでちょっとゆっくりめに行きたいと思います。アルコールを入れたら
調子が上がってきました。最高。スタッフの方に声をかけるとアイスクリームがいただけます。ラムレーズンにしてみました。アイスってビールと合う。最高。そろそろゲートに向かいましょう。ゲートの前に日本土産があります。サムライ T シャツちょっと欲しいと思いました。出発は73番ゲート。空いてそうな雰囲気です。15分ぐらい待ってやっと搭乗開始になりました。香港経由でバンコクに向かうのですが、外国人が多かったです。私、飛行機が大好物。この瞬間が一番好き。前の人に続いて左に入っていこうとしています。左はビジネスクラスなのに。なんて皆さんすいません。今回は全財産をはたいてビジネスクラスにしました。今回は窓際のソロシート。こちらの機材はエアバス350-900、ビジネスクラスは121の横4席のヘリンボン型。全席が通路に面しています。最大リクライニング角度が180度のフルフラット。コントローラーにイヤホンとお水ありがとう。個人モニターが18インチぐらいなのかな。かなり大きかったです。シートピッチは190センチぐらいでとっても広々。150センチない私にはちょっともったいないかななんて思いました。足を最大伸ばしても届かない。で、荷物はこちらの下に収納。こんな荷物入れもありました。ちょっと入らないかな、リュックは。そしてこれは立派な肘掛けなのかな。ドリンクホルダーもあります。で、その隣が多分寝るときに落ちないようにするのかな。そしてモニターもしまうことができます。おしぼりと水をいただきました。メニューがあるんですけれども、日本路線にもかかわらず英語と中国語の2つしかありませんでした。朝なので朝食メニューになります。とりあえずお酒をチェック。いよいよ出発です。飛ぶ瞬間の開放感最高。どんどん高度を上げていきます。
ちらのコントローラーで映像を見ることもできます。ドリンクはシャンパンをお願いしました。ことなくして朝食が配られました。フルーツプレートにパンにヨーグルトにシャンパン。それでは祝杯おめでとう。いただきます。これ酔っ払うわ。腹パンパンだけどとりあえずいただきます。メイン料理が届きました。これなんだっけ、なんかそばの料理みたいでちょっと辛いソースがついていて中華っぽいのかな。白身魚に平たいそばみたいな感じです。そして野菜もたっぷり。辛いソースをつけて食べるととっても美味しかったです。あ、お腹いっぱい。食後にノンアルコールジュースでキウイフルーツとココナッツミルクとフレッシュミントのジュースなんですけど、すごく美味しかったです。そして香港ミルクティー、これ最高。そういえばテーブルはこのように出てきます。こうやって出してめくる。それではベッドにしようと思います。右にあるボタン一つでフルフラットのベッドになります。横になって映画を見ることができます。今度は起こしてみます。ちょっとお手洗いに行きます。なんとトイレに窓付き、初めてかも。広さはそんなに広くはなかったです。いつでもトイレに行けるのってほんと神。ちなみに A コンと B コンの間にもう一個トイレがありました。そしてこちらが電球と下が椅子のコントローラー。ちょこっと起こして映画を見ようと思います。着陸前にもう一杯いかがですかとのことでシャンパンをもう一杯いただきました。担当の客室乗務員の方が大変親切でとても快適な空の旅ができました。さすがの私もちょっと酔っ払いました。香港が見えてきました。無事に到着。快適でした。これから乗り継ぎカウンターに行くんですけれども、香港の空港が広すぎていつも迷子。乗り継ぎ時間が短い人は注意が必要です。発見しました。よかった。乗り継ぎでももう一回手荷物検査があるので、そちらで検査を受けてから出国ゲートに向かいます。電車に乗ってターミナル移動をします。本当に遠くて迷子になったので20分ぐらいここに来るまでにかかりました。時間がありますのでキャセイのラウンジザ・ピアというところに行こうと思います。ラウンジのインビテーションをフロントで渡します。すごく評判が良かったので
楽しみに来ました。大変大きいです。こちらの左側がドリンクバーです。そしてこちらの左側がヌードルバーです。そしてこちらがティーサロンのようになっていました。こちらのジュースが大変美味しかったです。奥は落ち着いたスペースになっていて、そんなに人もいなかったのでこちらで休んでいました。一番奥には仮眠できるスペースもありました。中華のお菓子も充実しています。健康ドリンクっぽい。ケーキやスープ、そしてラザニアなんかもあります。ピザにこちらがサラダ、オーダー式になっています。ティラミスのデザートなんかもあります。ホットミールが焼きそばに饅頭にチンゲン菜、ヌードルバーでワンタン麺とティラミス、謎のジュース、腹パンですけどいただきます。自分が信じられません。食べ過ぎです。ドリンクバーでシャンパンをお願いいたしましたら、まさか新しいのを開けてくださいました。そして懲りずにシャンパンとサラダとラザニア、信じらない。シャンパン&お菓子、本当の最後の仕上げでホットカモミールティーとシャンパン。バンコクに向かいます。お次に乗る機材はボーイングの777-300ER。こちらのお席になります。先ほどと同じぐらいの広さに感じます。足元はゆったりです。こちらの扉の中はヘッドホンが入ってます。そしてこちらがテーブル、モニター、大きいね。これは肘掛けなんでしょうか、わかりません。短足で届きません。コントローラーに電気にコンセント。それでは出発します。バンコクは姉と20年前ぐらいにハマってよく行っていました。数えたことはないんですけれども、だいたい毎日10回ぐらいは行ってるのかな。私基本同じところに何回も行くのが好きなんです。ほどなくして機内食が届きました。お願いしていましたフルーツプレートになります。祝杯おめでとう、いただきます。うん、おいち。パパイヤサラダとフルーツとガーリックトースト、これは嬉しい。アイスクリームのサービスがあります。マンゴー味にしました。
がちです。ベッドにして少し休みます。バンコクの上空のようです。安定な雨女、滞在中の予報は全部雨でした。イミグレーションをあっという間に抜けて、バゲージクレームで荷物をピックアップ、外に出ました。これから電車でホテルに向かおうと思います。いつもはタクシーで向かうのですが、この時間は道路が渋滞しているので電車で行きます。とりあえず空港でお金を両替しようと思います。面倒ですが、奥の方まで来た方がレートはいいとのことです。ここら辺の両替屋さんは全部同じレートでした。ホテルのあるパヤタイまでトークンを購入します。券売機は100バーツ以上のお金は入りませんでした。始発から終点までなので楽々で行けます。必ず鳴る探知機を通ってホームに行きます。なんと終点で降りるのを忘れてしまい、折り返し運転で戻ってしまいました。急いで乗り換えをして、また終点のパヤタイに戻ります。何気に疲れているようです。そしてパヤタイ駅に着いてからも迷子になり、ホテルまで30分ぐらい迷いました。無事に到着しました。スコンホテルに滞在します。今回は5泊の予定です。お部屋は401号室カードイン。あら、かわいい。私好みの部屋です。シーツはパリパリでした。お水が2本とグラス、カップに電子ケトル、コーヒーセットに紅茶にティッシュ、電話にコンセント、大きめの冷蔵庫にパワフルドライヤー、そしてお宝入れ。ハンガーは4本。それでは水場を見てみましょう。とてもきれいに掃除がされています。タオルは毎日2枚ずつありました。シャンプー、ボディーソープ、ボディークリームは大変いい匂いでした。アメニティはシャワーキャップ、綿棒、ブラシ。湯船がないのは残念でしたけれども十分です。そしてこれが超優秀、ここにスーツケースを置いて中にしまうことができます。とっても便利でした。すごい便利。こちらも同じ容量で、机と椅子がベッドの下に隠れています。大変過ごしやすく気に入りました。移動で大変疲れてしまい、外で一杯やる気が起きなかったので、セブンイレブンにてビールを仕入れます。それではビアシンで乾杯といきましょう。無事に到着、ありがとう。今日は朝から飲みっぱなしでした。
明日から冒険旅しますのでお楽しみに。皆さんおはようございます。バンコク2日目の朝です。これから朝食を食べに行きます。こちらのホテルは前の日のうちに食べる時間とメニューを決めます。蜂の席が大好き、端っこにします。かなり評価の高いホテルです。朝ごはんの時間は7時から10時まで30分刻みになっています。安定の雨女です。今日も朝から雨模様。カフェラテをお願いしました。今日の朝ごはんはタイ料理をセレクト。こちらがご飯と鶏団子入りスープ、サラダに焼き鳥、グアバにスイカ、タイのデザートにオレンジジュース。とても美味しそうです。それではいただきましょう。フレッシュオレンジジュースからいただきます。よく混ぜてから。中華味のスープです。出汁が効いていてとっても美味しいです。お次は焼き鳥。お酒が飲みたくなりますね。胃腸がとっても温まりました。大好きなグアバとタイの甘いデザート、美味しい。お部屋に戻ってきました。お部屋の窓からは駅のホームが見えます。部屋のお掃除のボタンを押して、それでは出かけましょう。よかったです。雨が止んだようです。こちらのスコーンホテルは駅から3歩という近さです。国鉄に乗ってヤワラートへ行きたいと思います。ヤワラートはタイの中華街です。乗り換えなしで1本で行けそうなのでチャレンジしてみたいと思います。とりあえず駅舎を探そうと思います。どこにあるのかな。線路の脇に食堂なんかもあります。道すがら可愛いものがいっぱいありました。行けども行けども駅はありません。全く電車が来る気配がないので引き上げたいと思います。線路って座っても大丈夫なんですね。ちょっと座ってみたいと思いました。国鉄は諦めて BTS で向かおうと思います。ド派手な電車です。ヤワラのあるワットマンコン駅まで2回乗り換える必要があります。運賃を間違えてしまい精算をしています。シーロム駅で1回改札を出て MRT に乗り換えます。 MRT のトークンを購入します。探知機を通ってトークンをタッチ。降りるときはトークンを入れます。やっと着きました。中華街の最寄り駅のワットマンコン駅に着きました。
これから中華街を散策しようと思います。買い物の勢いをつけるために早速こちらのお店で中華カレンダーを買いました。エワラート通りにやってきました。とても活気があります。皆さんはドリアンを食べたことありますか？私は一度もないのですが、一度でいいからチャレンジしたいと思います。ただホテルに持ち込みが禁止されているところもあるので注意が必要です。こちらの賑やかな通りをゆっくり歩いてみたいと思います。細い道をバイクが上手に抜けていきます。お茶、お菓子、お寺のお飾りとカオスぶりが台湾の市場のようです。ニコちゃんに出会いました。すごい鮮やかなキウイの色です。右足を見事に引かれました。ものすごく痛かったです。ただでさえぼーっとしてるので気をつけましょう。端までやってきました。こちらでまた折り返します。バイクで大渋滞になっていました。こちらのお店で杏仁茶と杏仁粉を購入しました。うちにも昔チャトラの猫ちゃんがいました。まさかタイで杏仁茶が飲めるとは。早速いただいてみましょう。とても気に入りました。ほんのり甘く杏仁の香りがふんわりします。こちらはリピート決定です。それではお次に行きましょう。エワラート通りを渡って反対側にやってきました。赤いパラソルの下にはフルーツなど食べ物屋さんがいっぱいあります。乾物屋さんがあったり、こちらにも猫ちゃんが。雑貨屋さんが見えてきました。これから三辺霊に行きます。ワッペン屋さんを発見しました。可愛いものがいっぱいありすぎて30分ぐらい悩みます。こちらを購入しました。大満足です。こちらのお店はリピート決定。お寺の飾りを発見。こちらをお願いして購入します。大きいのと小さいのを2つずつ買いました。お店の方が大変親切でした。4つで150バーツ。三辺霊は問屋街になります。個人の客も買うことができます。中には購入できない店もありますが、旅行者も買うことができます。
猫を発見しました。二重パーツでした。人が多くとっても蒸し暑いので体力勝負の市場になります。一軒一軒細かく見ているとお宝を発見することができます。お手洗いに行きます。入り口で5バーツをお支払いして入ることができます。なんと大式のトイレでした。潔癖症ですがチャレンジします。トイレにはかけるところがないので SD フックを持っているととっても便利です。なんと呪物市場を見つけました。三辺市場で鬼のように買い物をしました。続く T シャツ、鬼荷物バイク、わー美味しそう。そして狭い通路でひときわ行列ができているご飯屋さんを発見しました。察するにおこわのようです。私も一つお願いしました。左側の銀杏のおこわにココナッツのふりかけをかけてもらいました。手際がよくて惚れ惚れします。後ほどいただこうと思います。楽しみです。なんと15バーツにびっくり。こちらのお店は移動式のお店のようです。どこまで行くのかな。少しストーキングします。行ってしまいました。ココナッツ好きなのでココナッツのパンケーキを買おうと思います。こちらは30バーツ。茶色いのと白いのがあり、2種類の味があるようです。早速歩きながらいただいてみましょう。激甘でした。歯ごたえがいいです。2色の味の違いは分かりませんでした。三辺レーンの端までやってきました。こちらの屋台のお姉さんがこれを食べてみると私の口にこの生肉ソーセージみたいのを入れてくれました。ニンニクたっぷりのソーセージのような感じでビールがあったらとっても合いそうです。口の中がとっても辛くなってしまったので甘いビスケットをくださいました。バンコクが都会になっても人々の優しさは変わらなかったです。タイの人もみんな優しいな。さすがに疲れましたので休憩をします。可愛さで注文してみました。お店の方がとってもウェルカムでした。色合いがとってもポップです。ぷにゅぷにゅを想像していたんですけれども、サクサクツルツルという感じでした。
かく激甘で疲れが吹っ飛びました。お隣のマダムが食べていたピンク色のラーメンみたいのを注文してみました。仲良くなって食べ方を教えてもらいました。唐辛子と酢を入れます。おいしい。唐辛子と酢を入れすぎて酸っぱ辛い麺になりました。初めて食べましたがとっても美味しかったです。軽いので本当はもう一杯食べたかったです。そばがピンク色に染まります。とっても可愛いです。食事が済みましたので行動開始です。三辺レーンを抜けて食器屋さんを見つけました。好みのものが多かったのですが、欲しいものは大きなものばっかりだったので買うのを断念しましたが、でもやっぱり買えばよかったです。後悔。メガプラザというショッピングモールにやってきました。フィギュアパラダイスです。フィギュアに用事はないのですが、一番上の階にあるフードコートで休憩をしようと思います。こちらのお店でオレンジスムージーを購入しました。タイはみかんが美味しい。先ほど市場で買ったおこわを食べようと思います。思っていたより小ぶりでした。美味しそう。甘いココナッツがご飯の上にたっぷり乗っています。それではいただきましょう。これは恐ろしいほど美味しいです。こちらはまたぜひ食べたいです。月に変わってお仕置きよ。お次はオールドサイアムショッピングプラザにやってまいりました。タイの伝統的なお菓子やフルーツや弁当、健康に悪そうなカラフルな食べ物が売っているコーナーがあります。ポメロが大好きなのでこちらを買ってホテルで食べることにします。こちらのハーブのお店が気になります。葉っぱの中に何か細かく切ったものを入れてるようです。とても手際がいいです。気になるのでこちらを購入しました。綺麗な色。うずらの目玉焼きなのでしょうか。こちらはお菓子なのでしょうか。大変手際がいいです。神業です。ずっと見てられます。それではベンチでいただくことにします。ほぼナンプラーの味しかしません。私が渋い顔をしていましたら、お隣のタイの女性がこちらを食べませんかとこちらをくださいました。Delicious. All right. All right. All right. Can try.
ちらもとっても美味しいから食べてみてとのことでくださいました。さらにデザートもくださいました。3つとも初めて食べるものでした。野菜さと美味しさとでやっぱりタイが大好きだなって思いました。謎の道に迷い込みました。ポジティブジュブツがたくさんあります。地獄絵図です。外国の神様はなかなかファンキーです。大変お気に入りの場所になりました。最後になぜかただの女体を発見。インド人街最高。やば、すごすぎ。しばらくストーキングをしました。傘の意味がないほどのギャン雨です。タイの雨のスタイルです。9時間歩きっぱなしでしたのでマッサージを受けようと思います。セクハラのお店もあるのでお店はちゃんと調べてから入りましょう。タイマッサージを30分。かなり体が楽になりました。やり手のおばさんにあたり、ラッキーでした。リピート決定です。シーロム駅で途中下車をしてパトロールにやってきました。20年前から遊びに来ていますシーロムソイフォーにやってきました。新宿2丁目のようなところです。女の子ももちろん入れます。客に全く相手にされないので安心して遊べます。左の奥にテレフォンというパブが以前はあったのですが、タイ料理が安くてとっても美味しく、滞在中は姉と毎晩通っていました。なんとここでびっくり、20年前から知っているゲイの友達に会いました。奇跡的な出会いがあったのでバルコニーというお店で一杯することにしました。なんだこの奇跡、こんなことある。彼はお仕事中ですが奇跡に乾杯をします。やっぱりタイではビールに氷でしょう。そして私が座っている前のお店がテレフォンというパブでした。彼は以前そちらに勤めていました。とりあえず大好物のポテトフライ。とてもしつこい物売りおばさん。まるで夢の中、ディズニーランドのようです。帰ろうと思ったら前の店でショータイムがあるとのことでちょっとだけ見て帰りました。もう一軒パトロールしたいところがありますので帰ります。男の人はモテてしまうので気をつけてくださいね。近くのパッポン通りのパトロールに来ました。きらびやかですがお店の数が全然減っています。かわいいピアスが売っていたらいいなと思ってこちらにやってきました。洋品などの T シャツが多く、ピアスは
見つからなかったです。終点まで来たのでここで折り返します。ゴーゴーバーの数も減っているように感じました。さすがに13時間以上出っ放しなので、これから電車でホテルに帰ります。綾田駅に着きました。すごく嬉しいのが、駅の階段を降りたらもう 2,3 歩でホテル。セキュリティもしっかりしているので、女の子の一人旅でも安心です。ただいまです。楽しかった。それでは3日目に続きます。皆さんこんにちは。バンコク3日目の朝です。今日はアメリカンブレックファーストにしました。美味しそう。それではいただきます。血糖値のためにまずは野菜から。にゃは、昨日買ったポメロをデザートでいただきます。ポメロはグレープフルーツに味が似ています。大好物。ビオフェルミンと美白剤は必須。ポーちゃんはお留守番です。プロンポン駅にやってきました。今日は一日お買い物の旅です。プロンポンには可愛い雑貨のお店がたくさんあります。プロンポン駅から10分ほどのクーンにやってきました。日本人好みの可愛い雑貨がたくさん売っています。いい買い物ができました。クーンの近くにチムリムという雑貨屋さんがあります。こちらもおすすめです。アイスクリーム屋さんです。チムリムから15分ぐらい歩いたところにニアイコールというお店があります。こちらのお店もセンスが良い雑貨がたくさん置いてあります。一軒一軒のお店が離れていますので、朝の早い時間の行動がおすすめです。お次の目的地までシーローに乗ります。歩くと30分ぐらいかかってしまうので、暑い国では楽ができるところは楽をしましょう。とても快適でした。到着。フルーツパーラーパーデンにやってきました。11時のオープンまでしばし待ちます。一番乗りで潜入します。はい、こんにちは。かわいい。はい、あっちがいいかな。店内にはセンスのいいかわいい雑貨がいっぱい置いてます。魅惑的なメニューがいっぱい。悩みます。でももう今日は心に決めていました。テーブルが可愛い席に移動させてもらいました。なんておしゃれなんでしょう。買い物も楽しみです。
パーデンパフェが来ました。マンゴスチンにポメロ、サラックにメロン、パパイヤにスイカ、ドラゴンフルーツ、梨という豪華な盛り合わせです。それではいただきます。上に乗っているフルーツをお皿に移動させます。アイスクリームをココナッツに変更してもらいました。フルーツも全部甘く、味、見た目ともに完璧でした。こちらのお店大変気に入りました。お隣にあるアソーク駅まで歩いて行く道すがらスーパーをパトロール。すごいものを発見してしまいました。異国人がノーヘルで4欠です。おもちゃ屋さんなんでしょうか。30分ぐらい歩いてターミナル21に到着しました。大型ショッピングセンターです。まるで空港のターミナルビルのようです。世界各地の都市をイメージしたインテリアになっています。日本のフロアをパトロールしようと思います。外国人が見た日本のイメージはこんな感じなのでしょうか。日本フロアのトイレがとっても素敵でした。ここでカリウム補給をします。スイカとライチのスムージー、濃厚で美味しい。欲しいものがなかったので移動をします。BTS を乗り継いでナショナルスタジアム駅にやってきました。無数のテナントが入る MBK センターです。日本の招き猫のカラオケだったり、ドキドキドンキがあったりします。そして奥には日本風の居酒屋なんかもあります。日本人気のようですね。アジアの暑い日中は屋内のショッピングセンターが大変便利です。雑貨やファッション、お土産物屋さんも無数に入っています。タイの T シャツやムエタイパンツ、タイのお土産物がこちらで揃います。6階には大変大きいフードコートとレストランが入っています。こちらのフードコートで忘れていた昼食を取ろうと思います。窓口でチャージ式のカードを購入します。無事に買えました。ぐるっと一回りしてやっぱりカオマンガイにしようと思います。お店の人が昼食中なのか全く相手にされません。しぶしぶ立ち上がり対応してくれました。お食事中に申し訳ございません。よっこらしょ、しょうがねえなという感じで用意してくださいました。それではいただきます。地味な見た目です。
あれ、薄味かな？刻み生姜と辛いソースをふんだんにかけて美味しくいただきました。ごちそうさまでした。 MBK センターからサンヤムスクエアまで歩いて向かおうと思います。道路には露店がたくさんで大変にぎやかです。サンヤムスクエアにやってきました。若者が集まるタイの原宿のようなところです。思っていた以上にお店が変わっていました。平日なのにもかかわらずにぎわっています。こちらのお店でちょっと休憩をしようと思います。有名店マンゴータンゴでマンゴーのデザートを頼みました。それではいただきます。程よい甘さの生クリーム、濃厚な味のマンゴーアイスクリーム、タイスイーツのカオニャオマムアン、もち米とココナッツミルクのハーモニーがとても美味しいです。マンゴープリンもまさにマンゴーのような味わいです。ごちそうさまでした。大変満足です。一日中出っ放しでしたので一旦ホテルに帰ります。お留守番ありがとう。ご飯に行こうと思ったらギャン雨です。予定を変更してホテルの近くのマッサージに来ました。ホットマッサージを2時間、950バーツでした。たまたま当たりだったのか、とっても上手な方に当たりました。至福の2時間、最後にお茶が出ます。とてもいい店なのでリピートします。マッサージが終わる頃には雨は小降りになっていました。今晩の夕飯はこちらのパパイヤとコンビニのご飯にしようと思います。セブンイレブンでチャンビールとガパオライスを購入して帰りました。ビールがぬるいので氷が欲しいです。それではいただきます。大好物のガパオライスです。お店で温めてもらいました。びっくりです。コンビニのご飯がこんなにレベルが高いとは。そして先ほど路上で買ったパパイヤです。甘みがなく野菜のようでした。4日目に続きます。皆さんおはようございます。バンコク4日目の朝です。今日の朝食はタイ料理、ほうれん草のパイになります。こちらのホテルは本当にレベルが高くて美味しい。あれ、ほうれん草じゃないかも。タイのもちもちのデザートが大好きです。朝8時のタイの国歌斉唱を聞いてから
出かけます。毎日の日課です。今日はこれからちょっとちゃくウィークエンドマーケットに行きます。今回の旅行のメインイベントです。最寄り駅の早田駅から乗り換えなしで行けるのがとっても嬉しい。暑くなる前に行きましょう。もうちっと駅に着きました。こちらの駅からは10分ぐらい歩きます。今日は思う存分買い物をすると決めています。やっちゃおうと思ってます。まだ10時前なので開店準備をしています。こちらの車の通りを渡って細い通路を行けばもうそこはチャットチャックウィークエンドマーケットです。入り口からもうとっても可愛いものを発見。勢いをつけるために購入をします。まだ準備中の店が多いです。ウィークエンドマーケットの買い物の法則は欲しいと思ったら迷わず買うことです。後で買おうと思っても戻ってこれないことがあります。そしてお買い物のコツは上の方に番地が書いてあるのでそちらをスマホで撮っておくと後々便利です。闇雲に動いても疲れるだけなので欲しいもののエリアの目星をつけたり回る順番を考えましょう。猫ちゃんが寝てました。少しだけイチャイチャさせていただきます。本当は木彫りの置物を持って帰りたい。しかも大きいやつ。偉そうなことを言っていて自分が迷子になりました。でも怪我の巧妙でお宝に出会えます。かご屋さんで母へのお土産を買います。いいものが安くていっぱい売ってました。造花のエリアです。造花ですが緑は癒されますね。またお宝を発見しました。お店の方が親切でいろいろなものを出してくれました。くるくるを母に買いましたがいらないそうです。お洋服屋さんのお隣に突然現れます。サラダ屋さんでしょうか。カニがいます。こんな喫茶店もあり。お面が欲しい。とても素敵なお店を発見しました。休憩にはまだ早かったのですがお店の方がとってもウェルカムなので入ることにします。強力な扇風機があるので涼しいです。マンゴースムージーです。なんとフレッシュマンゴー付き。テーブルクロスもかわいい。こちらの氷水のボールはおしぼりだそうです。こんなサービス初めてです。早速使ってみましょう。なんと素
晴らしく気持ちがいいです。素晴らしいサービスだと思います。すっごい濃厚なマンゴースムージーです。美味しすぎる。取れない。しばらくすると満席になっていました。場所はセクション25です。日本が人気です。珍しい放浪の店があるとのことでやってきました。放浪の弁当箱かわいい。こちらのお店とってもおしゃれでした。お手洗いに行きます。お手洗いは有料で5バーツです。銭とトイレットペーパーは用意しておきましょう。S 字フック自慢をするのにこちらで写真を撮って忘れてきてしまいました。靴パラダイスです。古着のエリアはおしゃれな店がいっぱいです。セクション5に来ました。男性用のおしゃれな古着がたくさん売っています。こちらのお店は安くてすごいいっぱい量があります。ゆっくり T シャツを選びたいところですが、ちょっと熱中症気味なのでエアコンがあるところに行こうと思います。ちなみにおしゃれな店員さんがいるところは古着のセレクトもおしゃれです。ここで一人旅の良さを語りたいと思います。私は協調性がないのではなく、むしろ合わせすぎて疲れるタイプです。まずは食事のこと。一人だと好きなタイミングで好きなものを好きなだけ思う存分食べることができます。次は買い物のこと。好きなものをじっくり選びたいタイプです。意外と買い物は早い方ですが、待たれていると思うと焦ってしまい変なものを買ってしまいます。買い物は一人だと集中できていいです。でも趣味が同じなら違うかもしれません。そして観光のこと。私は全くと言って観光はしません。観光用に整えられたところより本当のその国の色が出ているローカルが大好きです。限られた時間を自分だけのために使う贅沢な旅。それを突き進めていったら一人旅最高派になっていました。ミックスチャトチャックです。こちらは初めて来たのですが、冷房が効いていてとっても涼しいです。そしてトイレが無料で使用できます。S 字フックをなくしたので購入しました。ブラの山です。ドンキみたいな安いお店がありました。食品や雑貨、化粧品など所狭しと商品が積まれています。
マダムヘンの小さいお土産サイズの石鹸をこちらで購入しました。会社用のバラ巻き用のお土産がたくさん置いてました。フードコートにあるブランコで休憩をしました。休まりません。ウィークエンドマーケットに戻ってきました。こちらはアートエリアです。大変お腹が空きましたので、隣にある JJ モールに行ってご飯を食べようと思います。JJ モールは冷房が効いていて、トイレが無料で使えます。店内はフードコートや飲食店が多く、休憩するのにもってこいです。暑さにやられて適当に入ります。しかもオーダーも間違いました。ガパオライスを頼んだつもりが、なんだか違うものが来ました。よく混ぜていただきましょう。スープには大きいお肉が入っています。なんだかよくわからない食べ物ですが、美味しかったです。タイスイーツでしょうか、気になります。ゴリゴリのタトゥーのお兄さんが可愛いお菓子を作っています。ちなみに JJ モールは程よく空いていて、暑さで疲れた逃げ場に最適です。雑貨屋さんも多く、ウィークエンドマーケットと同じような価格で買い物をすることができます。呪物を発見しました。骨粉化人形も売っています。しっかり休憩ができましたので、ウィークエンドマーケットに戻ります。動物コーナーです。チャトラの可愛い子ちゃんを発見しました。鳥コーナーです。大変にぎやかです。大家族です。お疲れ気味のお父さん。急にゲリラ雨です。雨宿りをしていたら可愛い店を発見しました。古本があるセクションに来ました。こんな日本語の本も、日本の漫画本なんかもありました。一応猫がいたら話しかけます。こんな素敵なものに出会えたりします。朝から8時間も出っ放しだったので、帰ることにします。帰りの電車は切符を買うのにも大行列。夕方の時間は注意が必要です。疲れすぎてマッサージに直行です。先日来たスパに来ました。アロママッサージを90分1000バーツでした。今回も
やり手のおばさんにあたり大満足です。腕もよく安いのでおすすめです。また雨女、例のごとく毎日雨です。連日コンビニご飯というわけにはいかないので、隣の駅まで雨の中歩いていきます。30分ぐらいでプラトゥーナム市場に到着。バイオークスカイホテルの麓になります。バイオークスカイの朝食が大変豪華で、以前はよく泊まっていました。お腹が空いて倒れそうです。夕飯のお店に急ぎましょう。目的地への道が地獄のようになってました。車道で向かいましょう。やっと到着しました。ビルマ料理のお店です。お店は一見入りづらいですが、とても雰囲気がいいです。これこれ。それではいただきます。最高です。ミャンマーの生ビールはアルコールが濃いめに感じました。メニューが難しすぎてわからないので、唯一わかるビリヤニにしてみました。それではいただきます。食べ方がわからないのでバラバラで食べましたが、本当は全部混ぜて食べるものかもしれません。とてもスパイシーで香りが高く美味しかったです。私が何人なのか、お店の女の子たちで話題になっていたらしく、最後に聞かれました。何人に見えたのでしょうか。ホテルに歩いて帰りましょう。夜の時間は一人でタクシーに乗らないと決めています。今日はザクロジュースで締めたいと思います。少し苦くてすごい美味しいわけではないですが、私は好きです。今日も楽しかった。それでは5日目に続きます。です。今日の朝食はキノコのパイにしました。オレンジジュースで乾杯。まずは血糖値のために野菜。キノコがぎっしり入ってます。毎日違うものをいただきましたが、こちらは2番目に美味しかったです。モンキーバナナとタイのお米のお菓子、バナナが入って美味しい。今日は実質ガシガシ回れる最終日になります。昨日回りきれなかった男市場とバンスージャンクションに行こうと思います。モーチット駅に到着しました。大変混んでます。人の流れについていけば到着します。ドラちゃんの風船かわいい。この旅で珍しく朝から青空です。
市場までの道すがら買い物をします。とりあえずウィークエンドマーケットを通ります。今は朝の10時ですが、まだ開店していないお店がいっぱいあります。1日では回りきれない広さです。2日連続来ても楽しめます。市場にある薬局はとっても安かったのでお買い物をしました。喉の薬と歯磨き粉です。祠がありました。それでは五島港市場へ行こうと思います。有名なんでしょうか。ウィークエンドマーケットのガムペンペット駅側に五島港市場があります。こちらの市場はやや高めですが、新鮮で安全な農作物が並んでいます。大量のマンゴスチン、フルーツバスケット、ランブータンの房を初めて見ました。こんな感じなんですね。ジャガポックルを発見。ところどころで日本人気を伺えて嬉しいです。小鳥が3つついている蚊取り線香ホルダーを買ったのですが、家で開けたらびっくり、全く違うものが入ってました。スネークフルーツです。私は好きです。カラフルな卵を発見しました。お味が気になります。タイスイーツが売っている専門店に来ました。なんて可愛らしいのでしょう。一つ購入してみます。お米のスイーツなるものがあるので、こちらも購入してみます。タイの宮廷のお菓子のルークチュップです。果物や野菜の可愛らしいミニチュアです。それではいただきましょう。甘さはほんのりで、豆とココナッツの味がします。かわいいリンゴちゃんです。一番のお気に入りを落としました。人生とはそんなもんです。せちがらい。ちなみにお味は全部同じ味でした。お次はお米のスイーツなるものをいただきます。まずはタロイモから。中心の部分にタロイモのペーストが入っています。こちらはバナナ味です。バナナは半身が入っています。どちらも甘さは控えめです。美味しいのですが、ただちょっと油っぽいかなと思いました。フードコートには鳥がいたりして、
自由です。ちょうどお昼時でフードコートは大変にぎやかです。こんなお土産に良さそうな工芸品が売ってたりもします。洗面器、桶が売っていたり、婦人服が売っていたり、相変わらず市場はカオスです。ホーローの小鍋もあり、ウィークエンドマーケットに戻ってきました。日本の着物のような生地を使ったお店があります。古本屋さんです。下の本が欲しい場合はどうするのでしょうか。ハーブのお店でルームスプレーと石鹸を購入しました。突然神棚みたいのが現れます。口でクラクションを鳴らして通っていきました。新しい、また素敵な店に出会います。可愛いパステルカラーのホーローがたくさん売っています。ここで写真を撮って母とリアルタイムでどれが欲しいかやり取りをしました。ちなみにホーローは欲しくないそうです。私の体感なんですけれども、日曜日の方が空いている気がしました。ちょっくら休憩します。スイカのスムージー、それではいただきましょう。休憩しながらお昼に何を食べるか作戦会議をします。ユニーク、あてもなくさまよい歩いている時にカオマンガイを配達している人を発見してストーキングをします。すごい早足な方でついていくのがやっとでしたが、お店を発見しました。小さな可愛いお店です。早速お店の方に話しかけてカオマンガイを注文しました。通路にあるテーブルと椅子でいただきます。見てください、このツヤツヤ、絶対美味しいに決まってます。それではいただきます。まずはスープから。美味しくてびっくり。お肉はふわふわ、お米も出汁が効いていい味です。嬉しくて小躍りします。食べている間も電話がじゃんじゃん鳴り、ひっきりなしに注文が入ります。配達に行きました。なんと50バーツで2度びっくり。名店の発見を喜びます。ブラクルアンを選んでいるところです。ブラクルアンとは仏像や高僧などを模したタイのお守りのことです。キラリとくるものがなく、今回は購入をやめておきます。昔ながらのアイスキャンディーです。お一つコーラ味をいただくことにします。
Thank you. 私の財布が入っているバッグを閉めてくれました。コーラ味コバーツです。コーラを注いで作っているだけでした。びっくり。でも美味しかったからまあいいか。猫ちゃん、すごい可愛い店に出会いました。お店の方も親切でゆっくり選ばせてくれます。しかもそんなに高くなかったです。最終候補5個の中で悩みました。全部欲しくなりました。頑張って頑張って3つに絞りました。こちらのお店はまたぜひ来たいと思います。セクション25です。これからお隣にあるバンスージャンクションに行こうと思います。バンスージャンクションは冷房も効いていてトイレも無料で使えます。下の階は本気のアンティークが置いています。お雛様を発見。上の階は若者のフロアで、こういった日本のフィギュアだったり、男性用の古着屋さんが所狭しと入っています。初めて来たのですが、気に入りました。チャットチャックウィークエンドマーケットがビルの中に入ったような感じです。お宝がある予感がします。見つけてしまいました。放浪です。お店の方が親切で床に全部広げてくれました。ただ英語がブロークンすぎて何を言っているのかちょっとわからなかったです。一枚おまけにあげるよと言っているような感じでした。ありがとう。着物も売っていました。レトロなフィギュアも、現代のフィギュアもいっぱい売っています。タイの駄菓子のようです。日本のものと似ています。上から見たチャットチャックです。最上階にやってきました。ミニチュアの小さいレトロなカゴが売っていました。高かったので諦めます。最上階にあるアンティーク屋さんは
すごいセンスが良かったです。チャットチャックに戻ってきました。休憩をして作戦会議をします。タイアイスティーをいただきます。それではいただきましょう。濃厚で美味しい。すごいおしゃれなお店で、お客さんもひっきりなしに入っていました。気に入りました。めちゃくちゃ好みの店を発見します。最後に出会えてよかった。もちろん購入しました。これからナイトマーケットへ向かいます。切符を買うのにも長蛇の列になっています。MRT のパープルラインを乗り継いでイエークノンタブリー1駅にやってきました。あの屋根のところに行きます。日本を誇りに思います。上から見た時は近そうに感じましたが、最寄り駅からは私の足で15分ぐらいかかりました。到着です。フクロウナイトマーケットです。何気に初めて来ました。屋根付きのエリアに小さいお店がいっぱい入っています。こちらのフクロウナイトマーケットに来た狙いは古着です。かなり古着が充実しているとのことでやってきました。飲食店も多く、一晩たっぷり遊べそうです。ドラえもんの床屋です。雨が降りそうです。露店のところに古着屋さんがいっぱい出ています。珍しく本気を出して選んでます。こちらのマーケットは街中からは離れているので、バンコク中心地で滞在の場合はウィークエンドマーケットとセットで回られることをおすすめします。こんなに広くてお店が充実しているなんて思っていませんでした。先ほどからお手洗いを探しているのですが見つかりません。お店のお姉さんに話しかけてやっとたどり着きました。すごい奥にありました。トイレは有料です。3バーツか5バーツになります。あえて体式トイレに挑戦。お手洗いも一苦労です。遅くなるにつれお店が増えてきました。こちらのマーケットもお店の方がおしゃれですとおしゃれなものを置いています。さすがに朝から12時間も出っ放しで疲れてきました。頭も働かなくなってきたので、そろそろおいとますることにします。
軽くご飯とお酒を一杯やって帰ろうと思いましたが、倒れそうなのでやっぱり帰ることにします。フクロウナイトマーケット大変気に入りました。次回来るときはエネルギーを満タンにして来たいと思います。30リットルのリュックが満タンになるほど買い物をしました。電車を乗り継いで1時間で到着しました。ただいまです。ベッドメイキングの人がポーちゃんをベッドに置いといてくれました。もうどうでもめんどくさくなってしまったので、昨日買ったポメロとグレープフルーツで夕飯を終わりにしたいと思います。おっと、ビールを忘れてました。最後の夜だからね。お疲れちゃん、乾杯。今日もとっても楽しかったです。ピンクグレープフルーツの方が甘くて美味しい。台湾の梅子みたいのが入っていたのでかけてみます。うん、いらないかな。最終日に続きます。皆さんこんにちは。バンコク6日目の朝です。今日はバンコク最終日。夜の7時の飛行機なので、それまで楽しみたいと思います。最終日の朝食は一番気に入った鶏団子スープご飯です。こちらのご飯が一番美味しかったです。それではオレンジジュースで乾杯。実は昨晩に洗面器いっぱいのポメロとグレープフルーツを食べて、今朝はトイレと30分ぐらいお友達でした。今日はリベンジで国鉄にチャレンジしたいと思います。こちらが駅舎のようなんですが、私服の人がいるのでちょっとわからないので、こちらの女性に聞いてみます。こちらの女性に聞いたところ、親切に教えてくださいました。私はあくまでも日本語。多分9時ぐらいに来るとのことです。優しすぎる。ありがとうございます。そしてこちらのベージュの人が駅員さんのようです。9時まではまたまた時間があります。まあのんびり行きましょう。マイペンライマイペンライ。ねえワンちゃん、またまた時間がありますのでお散歩をします。Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. 拠点
時間を過ぎてもなかなか来ないので駅員さんに聞いてみました。まだまだ電車は来なそうなのでセブンイレブンでもパトロールをしようと思います。飲んでみたいです。ジュースもカラフル、グリーンカレーすごく美味しそう。コンビニご飯もレベルが高くて美味しいです。もうすぐ電車が来る時間なので行きましょう。やっと来ました。予定の時間より15分遅れてきました。早速乗り込みます。確認したところこちらの電車で間違いないようです。っていうか切符買ってないんだけど、どこで買えるんだろう。Excuse me. Can I buy ticket? Ticket? あそこ、あ。Ticket? 奥の人に聞いてということだと思うので、ちょっとこちらに来ました。Excuse me. What about station? あ、大丈夫。あ、あ。こちらの車両では払えないとのことで、フォアラポン駅で払えと言われました。多分出発しました。エアコンのない最後尾の車両です。それでは車窓を楽しみましょう。左側の景色の方が面白そうです。民家のスレスレを通っていきます。鎌倉の江ノ電のようです。こちらの違う車両もエアコンはなさそうです。ただこちらの椅子はクッション入りです。なんとお手洗いを発見しました。タイのお手洗いはとても綺麗です。すごい、手を洗うところもあります。しばらく車窓をお楽しみください。
はこれからどこに行くかというと、珍しく観光なんてものをしてみようと思います。これから行くフワラポン駅近くにあるワットトライミットです。ワットトライミットは別名黄金仏寺院と呼ばれています。世界一大きな金の仏像という説もあります。使われている金はなんと 5.5 トン、高さは3メートルもあります。黄金のパワーをいただきに行きましょう。駅に着きました。降りましょう。フワラポン？ノーノー。おう。間違えました。一個早く降りてしまったようです。危ない危ない、優しいタイの方のおかげで大丈夫でした。そろそろ駅が見えてきました。ポッポンちゃん、ありがとう。高さがあるので探索には大変です。やっぱりタイの方はみんな親切説。タイの首都バンコクの玄関口として100年以上にわたって親しまれてきたタイの国鉄フワラポン駅。いぶし銀のレトロな建築が郷愁を誘います。2021年末に運用が終わるはずだったが、なぜか存続。この度一番の胸熱の場所でした。運賃どこで払うんだろうか。インフォメーション見つけた。Excuse me. Paya Thai. This station. Trying to get pay. Paya Thai. Too bad.Too bad. Yeah. Sorry. ここが正解かはわからないですけど、とりあえずお支払いすることができました。 Sorry, Paya Thai, this station. 5バーツを出したのでお釣りを探しに行ってくれています。5バーツある、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 ある。 Sorry.あるあるある。これで大丈夫。オープンか。トゥバッ、いや、ありがとうございます。2バーツで済んだわ。あれ、チケットカウンターがある。まあいいか。マイペンライ、マイペンライ。なんかすごいアピールしてくる人がいたので、そちらと交渉します。Do you know how much? 120 baht. 120. OK. 交渉成立で100バーツになりました。ちなみに今回の旅行で初めてトゥクトゥクに乗りました。
放します。バイクより速い。早い。これ全然早送りとかしてないです。帽子が飛びそう。遠心力で飛ばされそうでした。着いたのかなと思ったらどうやら違うらしい。ガソリンスタンド？どうやらお手洗いに行きたかったようです。無事に復帰しました。無事に到着しました。ワットトライミッドに来ました。参道はお店がいっぱいです。ティケット？あ、こっちか。お堂の中に入るのに100バーツを払います。お堂の最上階に安置されている黄金の仏像を見に来ました。お堂へは靴を脱いで裸足で向かいます。まあこんな感じです。せっかくなのでお土産でもリッチになれるお守りを買います。壁紙が素敵。ブッダのお守りも買います。いや、かわいいこれ。またトゥクトゥクに乗って最寄り駅まで送ってもらいます。ワットマンコン駅に到着です。せっかく中華街に来たのでちょっとだけ寄り道をします。ホテルのチェックアウトがあるので急ぎます。ここら辺にカレンダーが売っていたはず。見つけました。日めくりカレンダーです。杏仁茶を買って帰りましょう。急がねばチェックアウトの時間が。無事にチェックアウトの1時間前に着いて、パッキングをしてからシャワーを浴びて杏仁茶をいただきます。お金の計算です。ホテルをチェックアウトして夜のフライトまで時間があるので、タイマッサージを受けに来ました。2時間で950バーツです。こちらのマッサージは滞在中3回通いました。大変いい店です。預けていたスーツケースをピックアップして駅に向かいます。こちらのホテル本当に最高でした。
ホテルのあるバヤタイ駅から空港までは1本で行けます。バヤタイ駅が始発になるので座って空港まで行けます。空港までは45バーツ約200円です。念のため3時間前には空港に着くように行動しましょう。座れました。最終日の後編に続きます。フライトとラウンジで爆食、かわいいお土産編です。お楽しみに。皆さんこんにちは。バンコク6日目後編です。無事に空港に3時間前に到着。これからチェックインをします。帰りのフライトもキャセイパシフィック。出国してからラウンジで爆食をする予定です。約19キロ、今回は軽めです。上の階が出発ゲートです。早く来てよかった激混みでした。イミグレーションを抜けるまで30分。タイの空港はやっぱり時間がかかります。早速ラウンジへ行きましょう。ラウンジホッピングをする予定ですが、思いのほか時間がありません。食べ物が美味しいオマン航空のラウンジに行こうと思います。潜入成功。お、そんなに混んでいなさそうです。よかった。怪しい青いライト。早速食事を見てみましょう。フムスとサラダ、パンやラップサンド、ケーキ類、サラダコーナー、ジュースにフルーツ、ヨーグルト。パンも美味しそう。フルーツの種類も豊富です。サモサもあります。焼きそばにグリーンカレー、美味しそう。チキンサテ、ご飯にローストダックカリー。ドリンクコーナーもとっても充実しています。お酒もいっぱいです。小さい冷蔵庫の中にシャンパンがある予感です。イタリアのフラドールというスパークリングワインでした。まずは1巡目、フムスにグリーンカレーにチキンサラダにしました。まずは乾杯。フムスをいただきます。フムスは中東諸国で食べられているひよこ豆のペーストです。お次はチキンサラダ。こちらのグリーンカレーがとっても美味しかったです。タイで食べれなかったので最後に食べれてよかった。カレー味のサテ、ピーナッツソースがたっぷりです。お次はローストダックカリーです。こちらは甘口でした。チェイサーを取りに来ました。やっぱりビアシンでしょう。
これこれこれ、ケンタッキーのツイスターみたいなのを取ってきました。汚くてすいません、こんな感じです。おいしい。デーツもあります。大好き。混んできたのでお次のラウンジに行きましょう。お次はキャセイパシフィックのラウンジです。インビテーションカードを渡して潜入しました。中はなかなか広そうです。こちらの端の一人席が気に入りましたのでこちらにします。早速ラウンジ内を探検したいと思います。ブラウン調のインテリアが優しくゆったりできそうです。こちらがオーダーキッチンです。こちらにサラダバーとパンが置いてあります。シャンパンをいただきます。こちらのラウンジでは軽めのセレクトにしました。シャンパンで乾杯。いただきます。シャンパンとパンナコッタ。お隣の人がタイカレーを食べていたのでいただいちゃいました。今すでにお腹パンパンです。それでもとっても美味しかったです。メニューにタイアイスティーを発見。最後までタイを満喫します。そろそろ出発の時間なのでゲートに来ました。とりあえず香港に向けて出発します。こちらの飛行機はボーイング777の300。窓際は二人掛けのシートになります。席には水のボトルとヘッドホンが置いてあります。ちびすけなので足は広々です。ウェルカムドリンクはオレンジジュース。シートの操作ボタンはこちらにあります。テーブルは前から引くタイプ。結構大きめです。いただいたおしぼりでところどころを消毒します。夜のフライトは久しぶり。楽しい時間はあっという間です。久しぶりにタイに来て変わってしまっていたら嫌だなと思ったのですが、電車が郊外まで伸びて便利になり、市場は相変わらずパワフルで、市場の物価はまだまだ安いなと思いました。タイ料理は安くてとっても美味しいし、何よりタイの方々が大変親切にしてくれて、皆さんの優しい微笑みで笑顔があふれるとっても楽しい旅ができました。今回泊まったスコンホテルが駅前で大変便利で、スタッフの方もみんな親切でした。今回行けなかったところが多かったので、近々またリベンジ旅行をしようと思います。腹パンだけど機内食です。グリーンカレーとガーリックトーストパパイヤサラダです。それではシャンパンで乾杯。さすがの私もお腹いっぱいです。ハーゲンダッツのアイスクリームが一番嬉しい。隣の方が
真ん中の共有の肘掛けを独占しています。半分は使いたいなって言えない私、あっという間に香港に到着です。香港でこれから乗り継ぎをして深夜便で成田に飛びます。ただ座って飲んで食べて映画を見てるだけなのに、移動って疲れませんか？ただいまの時間は11時。お次は深夜1時半のフライトです。こちらの乗り継ぎカウンターで手荷物検査を済ませて先に進みます。順調順調。キャセイのラウンジにやってきました。呼び止められました。なんとクローズの時間が12時半とのこと。少しどこかで時間を潰すことになりそうです。しゃあない。こちらのラウンジも広くて過ごしやすそうです。ラウンジでシャワーを浴びることにします。なんとエスコート付き。とても親切です。すごくきれいに掃除がされています。ビジネスホテル並みのアメニティです。ボディーソープもシャンプーもとってもいい匂いでした。すっきりさっぱりです。ラウンジから42番ゲートまで15分ぐらいかかるとのこと。本当に遠くて15分ぐらいかかりました。さすがに眠たいです。成田までの最後のフライトはエアバスの350-900。もうこれ最高。座席はヘリンボン型。私は窓際のソロシート。足は広々です。お水のボトルとこちらにはヘッドホンが入っています。小さな鏡もついています。こちらには荷物入れ。私の大きいリュックは入りません。久しぶりに日本語を聞いて嬉しくなりました。ウェルカムドリンクはお水をいただきました。空席が多そうでした。足が短くて届きません。朝食の時間を尋ねましたら夜中の1時半過ぎと言われてお断りしました。食べたかったけど残念。ベルト着用サインが消えたら速攻で寝る予定です。いよいよ日本に向けて出発です。無事に日本までお願いいたします。気絶したように寝ていました。家で寝るよりぐっすり眠れました。世界は美しい。
タイの旅も終わりです。明日から仕事が待っている。帰ったらいきなり移動なんです。また一から仕事覚えなきゃ。でも私には旅がある。そんなこんなで楽しく生きてます。さて着きました。帰りましょう。お世話になりました。ありがとうございました。天気もピーカンで良き。早朝便は空いていて、あっという間に外に出ることができました。スーツケースを配送で家まで送ります。カードの付帯で無料で送れます。お待たせしました。お土産編です。70リットルのスーツケースがいっぱいになるほど買い物をしました。まずは全体図をどうぞ。ウィークエンドマーケットで買ったモン族の小さいポーチとチャームです。お寺の飾りは三辺レーン。アンティークのフォーローはバンスージャンクションで購入。ミニチュアのカゴはプロンポンのクーンで購入。小さい縦長のカゴバッグはウィークエンドマーケットで購入。中央のグリーンのホーローもウィークエンドマーケットで購入しました。カラフルな網のバッグはプロンポンのクーンで購入。キティちゃんの帽子のポーチは三辺レーンで。パスケース、ミニバッグ、時計、網バッグ、透明のポーチ、バラのバッグはウィークエンドマーケットで購入しました。マダムヘンの石鹸はミックスチャットチャックで購入。デンティストの歯磨き粉とバタフライピーのシャンプーはブレズ薬局にて購入。ヒルドイドクリームにインドのメーカーのヒマラヤのアイクリーム、謎の男性の喉薬、石鹸とルームフレグランスはウィークエンドマーケットです。バナナのポーチはウィークエンドマーケット。ノートブックはフルーツパーラーバーデン。竹細工の飾りはウィークエンドマーケット。鳥かごの蚊取り線香ホルダーはお東高市場。丸い蚊取り線香ホルダーと蚊取り線香はウィークエンドマーケット。鳥の飾りと大量のコースターは三辺レーン。来年の日めくりカレンダーはチャイナタウンで買いました。ミニチュアの食器です。フルーツパーラーパーテンで購入しました。かわいいワッペンは三辺レーンで。ニコちゃんのバッグは三辺レーンで購入。靴下はフクロウナイトマーケットで。お菓子類はスーパーで購入しました。古着の T シャツはフクロウナイトマーケットで購入。お守りはワットトライミットです。こちらの誕生曜日のボールペン、なんと中は巻物になっています。裏側にも両面です。
小さい仏像です。杏仁茶のパウダーは中華街で、ココナッツのキャンディーはウィークエンドマーケット、タイアイスティーはミックスチャットチャックで、おしまい。